日ごと五十二十二年一月二十四日私は言う闇の中でも主は私を見ておられる夜も光が私を照らし出す闇もあなたに比べれば闇とは言えない夜も昼も共に光を放ち闇も光も変わるところがない詩辺百三十九編十一節十二節日が暮れると 色々な病気で苦しむものを抱えている人が皆病人たちをイエスのもとに連れてきたイエスはその一人一人に手を置いて癒されたルカによる福音書4章40章節。私たちの人生においては闇とか夜というのは不幸の象徴であり光とか朝あるいは昼というのは幸福の象徴というふうに理解されているように思います。 ところがこの「今朝の聖句」では私たちにとって闇のように見える状況に対しても神は光を投じ神がおられるところにはたとえ地上的には闇とか夜でも光昼と同じ輝きをもたらすのだということが教えられていますつまり私たちにとっては昼でも夜でも絶望することはないのだということなんですよね 新約聖書の今朝のこの聖句は人々にとっては実に辛く切なく不安いっぱいの夜、えー、イエス様がおられる。イエス様のところに人々は病人を連れてきて、イエス様は手当てをして光り輝く時間となるということがこう書かれているわけですよね。日暮れ時というのは寂しい時間です。でもそこに神の御手が届くなら輝かしい時間となる。 ということですよね。希望はあるのだというふうに読む必要があろうかと思います。日が暮れるといろいろな病気で苦しむものを抱えている人がみな病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。神の前では夜という言葉はあまり意味がないんですよね。そこにも光がいっぱい。 いいっぱいあふれるそんなことを今日、この聖句から心にしっかり受け止められたらと思っています。祝福ありますように。